いつもありがとうございます。リサクの YouTube の時間やってまいりました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、皆さんいつもですね、電動工具とかばっかり私ご紹介してるんですが、今回はこちら、じゃじゃーん、ご覧ください。ツールボックスですね。しかも大型の、非常にこう持ちやすくて使いやすいボックス出ましたんで、今回私ですねこちらご紹介したいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。こちらですね、ベリアスボードツールボックスでございますね。こちらですね、新潟の三条さんのメーカーさんが作ったやつなんですが、もちろんここメイドインジャパンですね。ジャパンでございます。非常に容量がしっかりしてます。で、なんといってもこれ持ちやすいんです。私今しっかり持ってますけど、ここ取っ手の部分ですね、すごい持ちやすい。はい、力も入れる。そしてこの開け方も、この取っ手の部分をこう引いてやるだけ、すんごい簡単です。はい、簡単にできる、持ちやすい。この一連の流れが非常にスムーズにできます。で、もちろん中、何回も開けてすみませんけど、だいぶ容量しっかりしてます。S、M、L と3サイズあるんですけど、これちょうど M ですね。ちょうどいい大きさ。そう、容量っていうんですか、かなりいろいろ入れますよ。で、もちろん L サイズの方もありますんで、こちらですね、 L サイズも結構大きいですが、はい、容量しっかり入ります。だいぶ余裕ある感じですよ。はい、で、カバーもこうなりますし、これの特徴は実はこの蓋の部分、通常こうかぶせるんですけれども、このように逆さにしてお使いいただくこともできます。例えば中のものを、まあ道具を入れといて、なんか作業する際にこうしてここに乗っけたりっていうこともできます。はい、で、この実はツールボックス使いやすいだけじゃなくてですね、耐荷重が100キロまであって、実は椅子としても使えます。はい、はあ、作業の後にこう一服したりっていうので、しっかりこの部分がですねしてますので、椅子としてお使いいただくこともできます。はい、で、容量があるんで、ちょっとまあ実際ですけれども、ちょうどインプット配合したのですね、すいません、これちょうどこう、まあケースなんですけども、全然余裕で縦に入れてみますね。縦にも入りますし、はい、入りますね。もちろんこういった横に、はい、入れることもできます。はい、こんな感じでお使いいただけますよ。はい、で、まあさっき言ったカバーなんですけども、取り出して何か作業する際にこのようにして、例えばですけど、あんまりやんないと思うんですけど、例えばここに置いて、よいしょ、まあこうなんか道具を置いたりっていうような使い方もできますね、作業する上で。はい、収納だけじゃなく、こういろんなことが、まあ、できるようになってます、こちら。で、これは本当に持ちやすいんで、よいしょ、あんまり重さ感じない感じですね。ここの取って握っても痛くないです。非常に持ちやすい。で、開ける、簡単。はい、これうちの方で、まあうちは基本的に M と L で、色がこの黒いタイプですね、黒いタイプと赤いタイプをメインで置かせてもらってます。実はお値段も安くしてます。3000円台でお買い求めいただける、非常に安い金額でですねやらせてもらってますんで、このベリアスボード、ものすごく持ちやすくて、収納のですね、お車の中の道具で結構溢れて、場所どこにあるか分かんないとか結構困っていらっしゃる方、これおすすめします。ぜひこちら私がおすすめしたい商品になります。はい、こちらですね、気になる方はリサクワークスまでよろしくお願いいたします。中古工具の買取販売、工具レンタルならリサクユーズドにお任せ。